マピックトークインパッチタウン。リッキー G 下手だよね。まあまあ子供っぽい。この業界の女大体汚い。まあまあ、汚いですよ。汚いですよ。G 綺麗。なんでって思うぐらい汚いですよ。沢さんぐらい。沢さん綺麗？沢美織さん。そう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 。あといやいないですよ。女であんまいないですよね。うん、いないです。いないあと銀だとか超汚いですよ。結構やばいです。びっくりしたんですよ。あの汚いっていうか、知性感じない。幼いという。そう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 。知性感じない。ひどいけど。バカってことですよ。まあね。正直あの、うん、色紙見るとちょっと引きます ね、うん、すね。ほとんど。だから奥さんのとかすごい目立つんですよ。ああはいはいはい。すごい綺麗。これ何の話？ちょっとね。話を戻して話を戻してどうやって3位の話をしよう。あ、野球選手は なんで野球選手はみんな綺麗なのかなってずっと思ってたんですよ、うん、要は細かいコントロールとかあるじゃないですか、指先の感覚とか、うん、で綺麗なのかなって勝手に思ってたんですよ、うん、いやどうだろうね。でもその各チームに3位考える専門の2軍の選手みたいにいるから、そいつが綺麗なの考えてそれをトレースするから綺麗なの。トレースなんてできるもの？いやだからこういう感じで書いてって言ったらそれ真似するぐらいできるじゃん。でも番組出て例えばまあまあ書いたりするじゃないですか、うん、ああ回答ね。それでテレビ出るようなその一流の選手って大体大体綺麗なのよ。あ確かに。そうで逆に、うん、その作家さんとか、うん、そうですね、例えば勝間和代先生とか、うん、ちょっと違う方に飛び抜けてる人はめちゃめちゃ字が汚いの、はい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 、ビビるよ。だまあ普通その、まあ、綺麗な人汚い人って普通にいるじゃないですか、うん、だけどなぜか野球選手ってみんなきれい、この人そんなに綺麗なって思う人はいない、うん、いない。わかるわかるわかる。確かにね、バカだけど字みんな綺麗だよね。そうですよね、うんうん、不思議。やっぱ書く機会が多いからじゃない？色紙やっぱ。いやそうじゃないでしょ、もともとでしょ。うん、いやサインの数だと俺も負けてないですよ。そうでしょ、うん、全然綺麗なんですよいやもうね諦めてんの。あ字がね汚い人ってもう諦めてんすよ。綺麗に書こうっていう気がないっていうか。あじゃあ女子ライターと木村は諦めてる、ね、まあ諦めてる、うん、そう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 。接種どうすればいいか教えてくださいよ。そのまあこれ見てる女子ライターもいると思うんで字を綺麗に書くコツは簡単なんですよ、うん、バランスだけです。取るのは。ああで、ま、バランス取れない。マージャン一緒ですかこれ。まあ押し引きだよね。要するにひし形かけるかどうかっていう話なんだよね。綺麗に。だって沖光なんてサイン難しいじゃん。光とか、うん、カタカナばっかで空間大きいしね、うん、あ俺だから内池って入れてますから、うん、ちゃんと隠れて入れてます。いやそんなんやってコツ教えろっつって、うん、綺麗に字を書くコツでしょ、うん、だからバランスしかないんです。バランスって何ですか。 あの点々なんだよね。マジックないですか。ここにこう書いてペン習字講座みたいなね。いやたあのじゃあ魚卓がいいかな。横あでもえしかさん書いたし鼻で笑って鼻で笑ってこれ、ま、マジで書いてる。ちゃんと書いてよ。ガチです。そういやちょっと楷書で書いてよ。楷書なんて書けないから。これね、うん、例えばこれまあちょっと雑に書いてますけど、こことここ多分ほとんど一緒なんですよね僕で、うん、こことここの角度が一緒近いんですよ、うん、魚と卓ので、なんつうんだろう、こことここなのよね。バランスの一番のあの重要なとこって、はいはい、ここなのよ。このこれ見てください。これほらもうここが開いちゃってんのね。開いちゃってんのね。開いちゃってんの。ここも意味もなく開いてますよねこれ、うん、この開けるならなんつうの、俺のはほらほぼぴったり。で上が違ってますよ。何が上の上は揃ってないですよ。上上の線はいいんすよ。いいっすか。上だろ。字って下なのよ。字って下なのよ。上は揃ってんすよ。あ上揃ってても俺ここの
ここの間をなんで開けんのって思うの、気持ち悪くないって、なんつうのこことここの感覚、なんつうのかな、なんとなく言わんとすることは分かるけど、うん、全然分かんないです。いやだから舐めてるとしか思えないよねこれ。からえちゃんと書いてんのこれで。でパチンコ屋の最初の記憶、記憶ね。俺ないよ。俺はね、おじいさんなんだね。おじいさん、うん、おじいさんどうしたんですか。あの手打ちでこうやって打って打ってるのを見たのを記憶してます。自分では打ったんですか。打ったかな、ちょっとそれは覚えてないです、うん、それは覚えてないです。打ちました。いや俺全然自分で行ったのが最初、記憶としては。親に連れられてとか、親戚のおじさんに連れられてとか、まあ、昔は、まあ入れたじゃないですか、まあ入れたけど、うん、まあないね。俺、うち親がやらなかったんですよ、うん、だけどなんかお祭りの時期とかにはこう遊びで行ってたんですよね、うん、連れられて、まあ行って、じゃあ俺多分すごい好きだったんですよ、その1年に1回とか2年に1回連れてもらって行くのが、うんうんうん、へえ。それ覚えてる。 パチンコ屋さんの中に中に行きました。で打ってましたよ、500円とか、あの100円玉1つとか10個とかもらって。羽物？羽物はなんか俺のすごいで一番古い記憶はなんかボタンがあったんですよ、その羽物 で、うん、でボタンを押すとこの電車が止まるっていう。へえ。なんですか、一般多分フィーバーとかでないの。いや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 、そんなたくさんは出てこなかったです。ああそうなの。1個だけ数字がなんか止まって。あ知らない、なんだろう、知らないですけど、なんかここにボタンがありましょうか。フィーバーなんかの全然前ですよね。あまあそうだね、うん、80年ぐらいだから、うん、そうそうそう、つまんないから帰ろうっていうね。これから盛り上がるよ、ね、今観覧車の人がね帰っちゃったんですよね。いきなりパチンコの話になるともうつまんないから。そうだね。そうそうそう、本筋のはずなのね。いや、俺今その若い子ってあんやる子ってだんだん減ってるじゃないですか、うん、パチンコバスロー、うん、でそれってやっぱその入れないっていうのが一つの理由なのかなって思うんですよ。入れない、要は厳格に入れないじゃないですか、その店。ああ確かにね、もう子供がちょっと連れられてってないじゃないですか、要はですね、絶対 NG じゃないですか、うんうんうん、その辺もあんのかなっていう、まあ、要はな馴染みがなくなるっていうか、そうね、原体験として。そうありますかね、そんなの。だってジャンスだって昔は入ってたじゃないですか。俺も親父に連れられてるありましたもん、うん、半自動宅とか、うん、ああはいはい、マグネットの裏返りです。だからそういうのがないと、うん、まあね、まあ、あるそれがあることでなんか入りやすくなる。でもさ、その理論で言うとさ、うん、今の何子供、例えば20代の20歳ぐらいの人は車にあんま興味がないなんて言うじゃん。うん、車を乗ることに対して興味がない、うん、ただの移動手段だって、うん、で僕らの世代ってやっぱかっこいい車はいいなとか思うじゃないですか。まあまあ、でもその20代の人って子供の頃原体験として車乗っててお父さんが運転、うん、お母さんが運転とかしてるじゃないですか、うん、だからそういうのなくない？それ車はいいんですよ。車はいい。でも切り捨てたね。ただ入れない分、うん、その動画があるじゃないですか。あ身近に見えるっていうところでは、だやっぱその俺ら頑張んなきゃいけないんですよ、動画で。ああでもそう、裾野を広げるっていう、うん、でもさ、それ言ったらさ、5万6万7万負けてヘラヘラしてるこんなやつらを見て、うん、こうはなりたくねえなっていう逆効果じゃねえの、うん、俺ヘラヘラなんか一個もしてねえし、うん、いや切れるわけでしょ。いや、当たり前じゃ負けたら。だからさ、あ、人間って5万負けたらこんな、こんななっちゃうんだけど、こんな醜くて、もう原体験もヘッタクレもないよ。でも10万買ったら、こうじゃないですか。まあそうね。いや、いやしい人間って。そうですかね。じゃあ5万負けたらどうするんですか。いや、俺は悔しくなるべきだと思ってるよ。だから感情豊かに悪口言う人の方が正しいと思う。俺ガチ切れますよ、その。切れ。切れるっていうか、もう俺そんな仕事したくないって思うよ。言われますよね、うん、まあでもさっきの話がパチンコライターの若い子とかって動画見てパチンコを覚えて、うん、その18歳になったらパチンコ行こうって思ってから始めるみたいなことが多いんですよね。ナオキックスとか動画なんすか。そう、まあ意味はあるんじゃない、動画を見てっていう、ね、だって子供にいますもんね、見てますとか、うんうん、いるいるいる、中学生とかでいる、小中学生で。びっくりした。この間どこだっけな、あれ九州かな、うん、もう完全にその
コンビニの前に食べました中学生みたいなのがこう奥にいて、はい、こうやって体育祭してあって、うん、バーって行ったら、うん、あ、魚竹だ嘘そう、モンドなのすげー多分モンドなんだよね、あれすごい本当中学生の野球部の人に俺声かけてマジで多分三重の松坂なんですけど沖光さんですよねはぁ見てますマジか小遣いとかあげるのモンド見てますとか言って、うん、偶然モンド出てた時の回を見てて、うんうん、ありがとうっつって、うん、見てんじゃないよそんなのなんつってなるほどね、うん、すごいですよ何もうさっきから次のテーマ次のテーマっていうのを各人に見えるようにあれしてるテーマ何だったんだっけえパチンコ初めてのパチンコ体験、うん、そうそうそれで何分喋ってんの結構やったよこれ週次に行ったから、週次とか行ったから。だから週次とかの話するからじゃん。うん、いや、ピアノからですよ、ね。ピアノだよ。あの、習い事、うん、いや、一番最初のこれピアノっすよ。そうだそうだよそうそう、恥ずかしい。だってさ、まだ A の1とか言ってないんだよ。そう。B、B、A の1から3は絶対読まなきゃいけないところで、最初に B の4に行ったと。うん、じゃあ A 行こう、A。じゃあ、みたらさんお願いします。A の2。マジですかこれ行こう A の2行くんすか行っとかないとはいんなんだなんだなんかなんか来ましたねなんかお守りなんすかこれなんかアロマティックトークのでいやいや、まあ、そんなグッズを作る作んないの話より、うん、そのなんすかお守りねえ俺これずっと持ってるけどえ肌身離さず本当ですかおスイッチお願いおスイッチって言ってるもん、うん、ここ俺は違うんですよこれ、うん、俺持ってるんですよ、うん、え持ってるポロイチお願いポロイチで俺何がこれ守りだよんなこれスマホのなんかでしょいやそうあスマホそうね奥さんそうやって言うけど、うん、自分そう俺知ってますよ何よ神頼みとか弦とかって関係ないって言うんでしょ絶対関係ない、ね、あなたその麻雀のリーグ戦でなんか弦担いだりしますよねしますよねあのねそうなんすっごいしてた例えばねいやもう口じゃ言えないぐらい多いっすねタオル変えるとか、うん、緑色のものつけるとかへー、 T シャツ新しくするとか、うん、要するにいやまた話長くなるから自分の中のルーチンみたいな感じなのとは違うルーチンをこの時に買ったから同じことしようみたいなもちろんそれもあったんですけど、うん、でもね冷静に考えたら絶対ないっすまあねあのお守り頼みとか、うん服を変えた、ネクタイを変えたとか、だからそれの効果がないけど、でもそれをすることで心が落ち着くわけでしょ、少しは落ち着かなくなった、もう逆に逆にあれやってないんじゃないかみたいなあのね、本当に強い人って、うん、何も考えてないわあ、うん、本当の本当に麻雀が強い人って何も考えてない、うん、ふわっとしてるからだから一郎が不思議なのよね、うん超一流なんですよね、そうですね野球界の超一流、ね、なのに、すごい気にするんでしょいや気にしてるふりあれは同じことをするため無駄なことしないため無駄なことをしないだから何食べようって考えるの無駄だから毎日カレー食うああっていう理屈合理的ってことですよねっていうことはこういうグッズって非合理の極みじゃないですか極みだねやっぱ一郎はお守り持ってないですよ、ね、持ってないと思うねでもじゃあ一郎にすいません今日も打てますようにファンですっつってお守り渡すじゃないですか、うん何これ中なんか入ってんのとか言って一郎はやんないよそれはしっかりしてるからな一郎常識があるからそのお守りをどうするのかなと思ってたまに僕ももらうことあるんですけど捨てるのも悪いけどそうなんですよあのお守りとかお札って一番困るんですよね、うん、その番組何々さん木村さんですこれ皆さんに渡してくださいって地方でもらって、うんはい、2分ぐらい見つめますもんねそうですかどうするかなってなりますよねどうします奥さんで家でちょっと置いたりするよねあデスクの横に眺めるんですかこれなんかうん眺めるっていうかこれ何なんだろうなって純粋
純粋にそういうのを考えるの好きなんですよ。分かる分かる。これって人間が何のために作り出したものなんだろう、うん、こういうのってってボーって考えて、うん、やっぱ何かをきっかけに捨てますけどね、最終的に。そうね、最終的に何かをきっかけに捨てるんですけど、もらって1年かな俺、 お守りとか1年持ちます。あのとりあえずどっか置いといて1年経ったなって思ったらもうポイ。ああなるほどね。ほら一応なんかああいうのって1年おきじゃない。なんだろう、やること尽くしてやること全部やって、うんうん、それで望みが 10% とかだと関係ないですよ。 90% でも関係ないですよ、うん、でも、うん、ゴムゴムの勝負って俺もこういうのに神玉みたいにしたくなりますね。2分1なら2分1だからこそ2分1っていう勝負はこれでもいいからちょっとこっち側に押してほしいってこと。谷田先生でもほらって、あのね、うん、そのこれでも分かるわが押すんじゃないと思うんですよね。いやだけど、いやその心境になるってことですね。そうそう、結果がどうじゃ、うん、どうこうじゃなくて、うんうんうん、そういうものにすがりたくなりますよね、うん、すがる弱さを見せたくないんだよな。でもそういう状況ってあるじゃないですか。別に高い日常のパチンコとかどうでもいいですよ、うん、なんか人生におけるでかいことね、もあるじゃないですか、うん、いやこれは縁起悪いですけど、うん、いや、まあ、俺にとってはね、まあね、じゃあ何、アロマのお守りは絶対ないってこと？アロマ、いやアロマは、うん、あってもいいと思うんですよね。いいお守りが本当、うん、パチンコの時神頼みとかしないんだ。俺このリーチ当たったら寿命2時間縮んでいいとか割と。だからそうなんですよ。あのいや本当マジでちょっと2年はやれねえけど2時間ぐらいで縮んでマジっすか。俺割と細かにあれしてるよ。マジっすか、うん、2時間縮まっていいんすか。まあ、当たるんだったらね、これ当たるんだったらだぞ。今日これゴッと引けなかったらもう仕事辞めようって思って打ってたことあります。引けたの？引けなかったなんだよ、普通引けた話じゃねえかよそんなのよ。ダッサー、時計がついてるわ。いいじゃん、便利じゃん、時計が。なんで？なんで？ついてますよ、キムさん。肩叩き券とかでいいんじゃない？キムさんの肩叩き券絶対嫌だね。俺足置き欲しいけどな、家に。いりますよ、グッズ。